ちらはですね、今僕は札幌の丘珠空港というところに来ています。今回ね、この空港僕使うの初めてなんですけれども、今からね、函館空港の方に向かいたいなと思います。8時30分発だったかな、それの飛行機で、今から函館に行きます。多分ね、乗ったことのない機材、そしてね、乗ったことのない航空会社、そして初めての丘珠空港ということで、どんなフライトになるのか非常に楽しみです。ではね、チェックインの方していきたいなと思います。こちら2名掛けで、はい、隣にいらっしゃらずにご案内できますので、はい、わかりました。はい、はい、ではね、荷物も預けてチェックイン終了いたしました。今日はね、ちょっとあまりにもお客さんが少ないからということで、座席はね 8A を予約してたんですけども、 10C に変更してほしいということで、今回はね、10C のお席で、フライトに乗りたいと思います。送迎デッキの方に上がってきてみました。まもなくね、ちょっと保安検査の中にも入らないといけないんですけれども、丘珠空港はこんな感じです。なんかベルがあるんですよね。幸せの鐘だったかな。ちょうどね、今除雪作業かな、ちょっと作業が行われたんで見ます。多分ね、あれが僕が今回乗る飛行機だと思うんですけども、函館行きの便になります。北海道エアシステムの運航なんですけれども、便名はね、JAL 便ということで、どんなフライトになるか楽しみです。今客室乗務員さんが乗られましたね。設定するか電源をお切りください。この飛行機では
Bluetooth などに接続したワイヤレスの電子機器を使用。また乗務員から必要な指示がありましたら、飛ばせずに行かないでください。Thank you.
はい、ではね、無事に函館空港到着いたしました。こちらのね、動画はこの辺で終わりたいなと思います。いや、貴重なフライト楽しみましたよ。よかったです。ご視聴ありがとうございました。